すごいじゃん。とんでもない名曲じゃないですか。えぇ、ー、いつでも待っているよ。ヘアサロン、コモリ。実は、うん、僕すごいものがあって、それを今日聞かせないとというか、うん、自分のために歌った曲ってあります？トンツカタン森本の曲。ない。自分が主人公になった恋愛ソングとかでもあるじゃないですか、誰かのことを歌ってるみたいな。おう、ね、その誰か対象がいるわけじゃないですか絶対。おう、それ僕実はえこの度できました。お前ギャルソン、まあ、ちょっと話せば長くなるんですが、この店の前に服屋さんあったじゃないですか。ああ、で、ある女性が20歳ぐらいの子かな、うん、服見てて、うん、で僕たまたま出て、うん、その店長がその、うん、紹介してくれて、うん、まあ、芸人やってる子だよみたいな、うんうん、そうなんですか、うん、でいろいろ話してたら、うん、なんか全然お金もなくて、うん、地方から出てきたと、うん、で今は専門学校関係ないそのなんか IT 関係のいるけど、うん、バンドやりたいんだみたいな。ほう、それ聞いて、なんか僕もなんかちょっと親近感じゃないですけど、まあ、僕もその夢追い人として言ったらお笑い目指して地方から出てきて、うん、で、髪切りたいけど今お金ちょっとあんまないんだよなみたいな、ないんだよなまで言ってないですけど、うん、なんかすっごい安い服着てたんです、うん、このメガネとかも100円で買ったんだなとか、うんうんうん、で、まあ、じゃあよかったら切ってあげようかみたいな、その間ちょっと YouTube とか撮らせてよみたいな、うん、いいんですかってなって、まあ、一応ちょっと0円でカットしてあげて、一応 YouTuber 撮って、うん、まあそれも一応流さないことにはなったんですけど、うん、動画の中でなんかノリでじゃあちょっとヘアサロンの曲作ってよみたいなボケをしたら、作りますみたいな、でまあその場そのあれで終わって、今僕もそれ以上聞かなかったでちょっと怖さもあるじゃないですか、そのまだバンド始めたいですぐらいの、あ、まあね、芸人でもそうじゃないですか、やっぱ面白くないじゃないですか、そのぐらいの人ってそのよくこうやぶ行ったとしても1年目の経験がね、まだないから、うん、まあ一人弾き語りとかやってるのかなと思って、うんうん、そしたらこの間たまたま会って高円寺で曲できましたって言われて、と思って、たまたま会うのもすごいな、なんかそうですね、軽く言ってるけどじゃあ送ってよって一応聞いてみるかと思って、まあ、そんな期待せずにその曲を送ってもらって、それちょっと聴いてもらえませんか、うん、え今、はい、まあでもその本当にまだ最近バンド始めた子で、そのいいの聴かしちゃって、はい、いいと思います、今その、はい、いいですか、はい、えもうちゃんとしてる、
水道橋博士。素晴らしい、ミリオンセラー確定すごいじゃん、とんでもない名曲じゃないですか。いつでも待っているよそこ最後のケツ部分一番近いとこだけ違いました。ゼロ円カットありがとういつか売れたら恩返しあれは角曲がったのとこ、あの角を曲がれば会えるかな、会えるかな、ゼロ円カットありがとういつか売れたら恩返しはあはあ、アイリーここは夢の中、名曲。ちょっとこれあれ、はい、MV って撮らせてもらえないよ見えたでしょ、正直ミュージックビデオが、はい、見えましたね。あの角まだそこなんですね、そこ、はい、ちょっと何カメラの早歩きみたいなタタタタタタってふって加速してさ、でそこに出ようとしてんじゃない、違う違う違う、で僕一人も出てこなかった、一つもえ何人か、違う違う違う、何人か出てきてたけど、はい、博士とか、はい、森本は一切その影を潜めてた僕は出ないですけど、はい、絶対作って、はい、もう上げてここで上げるなりさ、はいそうですね、絶対やった方がいいよ。いやだからその一応お願いしました、テーマソングとして使わせてくれっていうぐらいは、うん、あ確かにね、はい、ここで一応バンド組んでるんで、まあそうですね、みんな聞いてみますみたいな、うん、今のもまだ完成のそのマスターじゃないから、うん、完成してのやつをまた送りますみたいな言ってくださってて、なんかさ、はい、その歌声がさ、はい、なんだろうな、このいい意味でその初期衝動を感じるというか、はい、なんか20歳だっけ、20歳ぐらいですね、なんかその養成所とか通ってたぐらいの、はい、これを思い出させるなんか力があったね。こっから行くぞみたいなパワーというか。そうさすがなんか今そのアーティスト歌手として言ってました、そのなんですなんかメルシーみたいなねなんかやってますよね。メルスね。あメルス。はい。はい。そうなんです。今日のみたいな。はい、そうですね。まあまあまあ。やっぱそうですね。そのなんかまだこっからパワー今、うん、そうそうそう行くぞみたいなのも伝わりますよね。うん、そのバンドの音もなんかこう、はい、駆け出していくような晴れの日みたいな、はい、晴天のような曲でした一枚買われますか CD。 買いますいや結構本当に頭に残っててサビとかもそのゼロ円カットあり、うん、ゼロ円カットってなんか案外そのダサい言葉っちゃ言葉ですけど、うんね、曲の中に入ると一気になんか意外にキャッチーで頭に残る、うん、ゼロ円カットお兄さんっていうのがあったね、2番ね。1回しか聴いてないのにこんな入っちゃって、うん、すっごい。あの今サバシスターっていうバンド組んで、サバシスター、はい、あの概要欄に載っけてますんでよくじゃあなんかフォローしてあげてください、チェックしてでもゼロ円カットの歌とかも今歌ってるんですよ。えもうライブで歌ってるの、ライブハウスとかで。えそれぐらいだから、お金の契約とかもね、先にしとかないといろいろ。いや、1円ももらうなよ、お前。え、俺0円カットしてるんですよ。これも0円だよ、お前は。これをいただけたのがもうプライスレス。スマイルみたいにマクドナルドじゃないんだから。払え、むしろ。ありがとうございます。ほんとそうです。その、ただほど怖いものはないじゃないですけど。いや僕ごと得させてもらいました本当に、うん、はい、いや名曲生まれました、テーマソング生まれました、はい、あれタイトルは、タイトルアイリーです、アイリー、この前にあった服屋さんの名前ですね、出会いのきっかけとなった、はい、いいじゃん、はい、
ちょっともう震えましたね、その、うん、自分が曲の主人公になる、全部の光景が自分が全部わかるわけじゃないですか。どんな気持ちなんですか。あとやっぱ正直恥ずかしかったです、なんかこっぱずかしい感じ、こっぱずかしい、お兄さんなわけですから、うん、はい、ゼロインカットです、ゼロインカットの会えるかなお兄さんいや、もう一種のラブソングというか、はい、そうです ね、 ね、やっぱ愛がないとね、はい、そんなの作れないから、いや嬉しいです、うん、本当に素晴らしいな、うん、ライブも行きなよ、いや行きます行きます、うん、ゼロ円カットのとこ行ったらちょっと目が合っちゃうんじゃないかな、こうやって見られちゃうね、いいじゃんそれ、うん、そんな贅沢なことない、これでね、そのバンドがうわって行ったらいいよね、そうですね、サビだけなんか、うん、その何ソニーとか会社の意向で変わってたりして、もっとなんかゼロインカットとかじゃない、全然違うね、はい、あなたに会えてありがとうみたいな全員の美容師に共通するような歌になって特定されないゼロインカットありがとうなんて、うん、もう僕しか分かんないことじゃないですか、本当だね、普通に音楽で聞いたら、ん、なんでゼロインどういう、うん、なんか考察の対象になる、はい、いつか売れたら恩返しでもいいですね。ねえ、もう十分してくれてるけどね。いやまだまだ。なんでなんだよ。もっと。十分すぎるだろ。曲まで。コーラスまで入れてもらって。2番まで入れてもらってます。わかる、そういう曲で売れる可能性もあるからね。そうですよね。そしたらまたなんか、うん、ありがとうみたいな曲作ってもらわんとな。おかげさまで売れました、ありがとう。曲のお礼を曲でするんだよ。僕らも積極的に漫才をもっと恩返しに使っていかないとダメですよ。ああ、はい、そういう考え方ね。はい。出会いはまたでしても。そうですね。本当に出会いですよね。また出会い系とは全然話が違いますよ、ね。そりゃそうだろう。同じ出会いでも。やっぱ、うん、そのヘアサロン小森をやってた、続けてたからこそね。いいよ、いい、全部いい方向に転んでるよ。あとは僕の人柄だったり、うん、はい、ただで綺麗って心意気、うん、そういうとこです、ね、あんま自分で言うなよ、はい、やってください、自分で追加していくなよ。じゃあお願いして、その僕から頭下げましょうか、うん、サバシスタにちょっと塚田森本みたいなわらとも入れてくれないか。いいよそう、何の恩もない嫌いになるだろ、無理やり最後ぐらいで、ほんと付け足すぐらいでいいんや、付け足してどうなるんだっていう話だよ。ミュージックビデオ見たいわ、それ。YouTube やってんのかな、サバアシスターズ。ああ、どうなんでしょうね、まだ始めたばっかりだから、僕がヘアカットしてる周りをドラムとかベースとかボーカルが囲んで、いいね
さてはもうあらかたもう出来上がってるのアイコンって。ないですないです、うん、あ、それいいじゃん、はい、あの角を曲がればで最後は、うん、もう僕はいなくなってる夢だったのか現実だったのかみたいな。それいる？え？それいる？その。それ違いました。そこその最後ぼかす感じ。あ、まあまあそれは任せるけどさ。恩返ししようと思ったら、うん、もういなかったみたいな。そのビッグになって戻ってくるっていうシーンいいね。売れたそのちょっと M ステっぽい番組とかのサバシスターのとこも撮っといて、戻ろうと思ったらもう自分も戻れなくなっちゃってるしみたいな。売れて、はい、あの頃には戻れないんだよ。切ないね。そういうメッセージも、はい、切なさもあるね。いなくなった小森はどこにいるの、うん、これ聞くのちょっと怖いけど、はい、小森も売れてたってことね。いや、地元に帰ってます最悪、はい、なんでバッドエンドなんだよ。地元に帰って1000円カットの店でバイトしてますバイトなんかもね、はい、いいよ、お互い売れたでいいよ。お互い売れてお金もたんまり持ってるけど、うん、その髪切って、で、1000円もらうみたいな。なんすかその1000円、はい、いやもうその気持ちないですか。今までの1000円とかとは価値が違うけど、うん、でも0円カットだからなんか、なんで急に1000円出て0円でいいんじゃないですか。それがその、うん、何、誠意というか、うん、1000円渡す息、うん、1000円受け取る息。じゃあ最後終わりはなんか1000円のカットで終わるってことですか。1000円こう置いた、すいません1000円のカットとちょっと被っちゃいましたけどちょっと分かりづらい。うん、最後1000円カットで終わる。1000円カット、うん、なんか振ってもいいよね。なんかくしゃくしゃの1000円がどうの、最初にくしゃくしゃの1000円渡そうとして、小森がいいよいいよって言って、そのくしゃくしゃの1000円最後渡してそれを受け取る。はい、分かる。モンさん PV の才能ないですよ。なんすかその演出。これは涙もんだよ。いいよ使って。いや。アイリーじゃん。あ、知ってるんですか、アイリー。うん、前髪とか上げちゃいますか。今日乾かして、ちょっとじゃあ乾かしておいたんですね。いやー、最近忙しいですよね。この曲の恩返し、0円カットってあるじゃないですか。はいはい。これ、僕なんですよ。今のやりとりさ、これさ、PV っぽく やったと思うんですけど、はい、その夢破れた感じしない？あれ僕なんですよみたいな。確かに。
売れなかった、美容師やっちゃってる、美容師やっちゃってる、そう、いないんだから、うん、最後は芸人でやってるって。楽しみだね。楽しみですね。一応その子の動画も撮ってあるんで、うん、もし売れたらね、それすごい貴重な映像になります、ね。やば。お宝もお宝じゃん。お宝もお宝。それはなんでまだ言えてないの？いや、なんかその時期も、その、ガクさんの M1 と被っちゃったりとか、あとやっぱ一応ちょっとなんかタダで切ったらなんかやらしいというか、みんなに、皆さんお金払ってもらってる、あれの、あれもあってやっぱりね。なるほどね。今後いろんな夢追い人が来るかもしれないね。僕なんかできるんですよ。皿洗い、餃子の皿洗いみたいな感じになる。手伝ったらタダとかはないんです。ないんですね、はい、基本的にはないんですね。いろいろ重なって、そうです、たまたま重なって重なってで、ちょっとまあつけていいやみたいなノリだったんで、絵描きが絵を描いてタダにするみたいなこともな、はい、ないんですか。そう、それ肌からそういうことをするってことではないんです。そうか、たまたまね、たまたまそういう縁だったって、はい。前髪どうします？短めじゃなくていいですよね。あれちょっと長め。そうだね。でも別にいいですよ、うん、これは、うん、何もつけなくて大丈夫ですよね。軽くつけますよ、これ。軽くつけようか。今日もこの後おこたやります。やる。あ、じゃあお願いしますね。はい。髪切ってきました。まあまあまあ。はい。まあまあまあじゃなくて。毎回5秒ぐらいで終わる。ID じゃないんですよ。早くもツッコミとして使うように。小森カットにね、うちのデトックス臨みます。お願いします。うん、ドラインカットありがとうツッコミしちゃってください、ね、ちょっとそのピンポイントすぎるというかターゲットが、はい、いるんだったらいいと思うんですよ。この歌詞に出てくる人全員いるんだったらいい。借金チャンスあったらまたお願いします、ね、別々と一回ぐらいはどっかで。あ、もちろんね。いや、そうですよ、この間ね、さんの言い方がいいね。ひょうきん。なんか0円でカットしてくれそうだったもんな、今。これです。いいよ。丸じゃなくて0円の0だから。この間、あの、無限大であったじゃないですか、ライブが。確か、2、3日前、軟水とか出てた。あった。森本さん、こんな笑顔、ダブルピース。後ろで軟水の大川氏がこっちやってましたよ。嘘。はい。あ、知り合いなんだ。軟水に吉本の候補を託しました、社長の。あ、そうなんだ。そうやってくれた。何の別に縁とか恩もないのにやってくれて。その前でも森本さんが、こうすればいいよね。いや、その一集合写真一人だろ。いや、気づいてないですよ、後ろの。あれ、よくなかった。あ、軟水くんやってんだったらいいか。軟水くんやってくれた、うん、こうやってだから徐々に広めてきますんで、皆さんもあの友達とか周りで広めてください、シャキーンを。どうぞ。そうね、今度はシャキーンの歌もよろしくお願いします。ありがとうございます。残念なやつに恩を売ってしまったな。だって僕0円で切ったからね。最悪だ。よろしく。最悪のやつに恩を売った。ありがとうございます。あざした。